テリアモン、テリアモン、聞こえるかい？僕だよ、ジェンリャさ。ヤマキさんに送ってもらうこのパケットを受け取れるのは君だけだ。君と出会わなかったらラストパケットになって消えてしまう。そうならないで君に届くことを心から願っているよ。元気でいるかい？僕は元気さ。タカトやみんなも、シュウちゃんも毎日泣いていたんだけど今は元気になってる。でもみんなとっても寂しがってるよ。僕だって。最近お母さんは3日に一度必ず饅頭を作ってる。君が大好きだった饅頭だよ。お母さんも君のこと。いけないね、元気だなんて言ってるのに。今デジタルワールドは平和だと思う。リアルワールドからは君たちの世界を見ることはできないけど、ネットワークはあれからもまだ進化を続けてる。君たちの世界も変わっているんだよね。僕は今ネットワークやプログラムの勉強してるんだ。お父さんみたいな研究者になるために。デジモンを作ったお父さんたちだって今でもみんな世界のあちこちで研究を続けてる。リアルワールドもデジタルワールドもこれからどんどん変わっていくんだ。永遠なんてものはない。だけど変わらないものがあるってことも今の僕にははっきり分かっている。君と一緒に過ごした時間は僕の中にずっと残っているし、君に対する気持ちも絶対に変わらない。僕たち友達だった。最高の友達。そうだよね、テリアモン。君が初めてこっちの世界に来た時、僕はすごく戸惑っていた。ゲームの世界のデジモンがこっちの世界に現れるなんて、本当はあってはならないこと、いけないことなんじゃないかって。そう、僕は少し怖がってたんだ。君はそんな僕を分かってたんだね、最初から。本当は僕は慎重なんかじゃない、ただ臆病なだけだって。最初からそうだったわけじゃない。僕が張先生から習っていた武道で友達に怪我をさせてしまって、喧嘩なんかに武道を使ってはいけないってよく分かっていたはずなのに。自分が抑えられないって怖いことだよ。自分じゃない自分が僕の中にいるみたいな。だから僕は我慢をすることにしていた。僕が受け入れられないものはない。もし受け入れられなかったとしても、きっと時間が経てば受け入れられる。永遠なるものはない。それは張先生が教えてくれたこと。その言葉を僕は僕に都合がいいように捉えていたんだと思うよ。傷だらけでこの世界にやってきた君を僕はただ怖がっていた。そんな僕に君は優しく言ってくれた。もう満体。どうしてそんな中国の言葉を君が知っていたのか僕はずっと不思議だった。タカトたちは僕かお父さんが喋ったのをテリアモンが覚えていたんだろうって思っていたけど、そうじゃなかったんだよね。僕もそのことをずっと忘れてて、だって君は口癖みたいにしょっちゅう「もう満体」って言っていたから。だけど君が最後に僕にその言葉を言ってデジタルワールドに帰ってから、僕はずっと思っていたし聞きたかった。どうして君は「もう満体」って言葉を知っていたのかって。ひょっとしたら君はデジタルワールドにいる時からゲームをしている僕の声が聞こえていたんじゃないか。僕はあんまり「もう満体」って言葉は使わないんだけど、ゲームの時は別だった。だけどその時の君は僕ではなく僕が送るパワーアップのデータしか受け取っていなかったはず。でも声が聞こえていた。僕がこっち側にいることを君はなんとなく感じていたんじゃないのかな。だから君は僕のところに来てくれた。ずっと偶然の出来事だって思ってた。
君がこっちの世界に来たのは君自身の気持ちがあったからだとしたら、偶然なんかじゃない。君は僕を友達に選んでくれたんだね。僕はずっと言いたかったんだよ。こっちに来てくれてありがとうって。テリアも待っていて、僕たちは必ずまた会えるから。もう満杯。